ちゃんと力は戻ってるみてえだな。ええ、なんとか乗り越えられたわね。よし宴だ。スーパールフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ、アディオは違うのか。え、アディオはお前の仲間だろ。仲間、アディオが。わからないけど、もしそうなら嬉しい。イム、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ。ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今どうすることもできないが、奴とは間もなく相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ワフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ。アディオ、その炎の巨像だけど、戦わずに倒せないかしら。なぜだ。あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから安心しろ、リム。俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ、巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ、友達か。朝飯作ってくれ、サンジ。ありゃ、サンジがいねえ。サンジならフランキーと一緒にアディオの小屋に行ったぞ。よし、呼びに行くぞ。アディオの小屋だな。どうしたんだ、フランキー。いや、コーラを作る材料を探してたら、こいつを見つけてな。なんだそのキノコ。でもあんまりうまそうじゃねえな。毒はねえが確かにうまくもねえ。そういや、サンジはどこ行った。飯作ってもらおうと思ったのに。このキノコを見た途端飛び出して行っちまった。採取した場所を聞いてたから、こいつの生えてる湖畔の洞窟に行ったんだろうよ。よくわかんねえが面白そうだ。俺たちも行こう。ん？あの洞窟どこにあるんだっけ。忘れたんなら、アディオに聞きゃいいんじゃねえか。すぐそこにいるんだしよ。
ここ通るの何度目かな。何言ってんだ、初めてだろうが。あんたって、はあ、言うだけ無駄よね。それにしてもフランキーたちが見つけたキノコ、薬の材料になったりしねえかな。チョッパーは研究熱心ね。おい、サンジ！返事がいい。ってことは、もう洞窟の中に入ってるみてえだな。いた！サンジ君よ！来たのか。もう少しこいつを集めたら戻るつもりだったんだ。食材集めなら俺たちも手伝うぞ。いや、こいつは食材じゃねえんだ。こいつはあわあわキノコ。あわあわキノコ。こいつは味はいまいちだが、水に溶かすと炭酸を出すんだ。そうか、そいつでコーラを作るんだな。うまくいくかは分からねえけどな。それならみんなでその泡のやつを探そう。でもコーラなんか作ってどうすんだ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。
ちは先。最初にここに来た時に比べると、俺の名はキャプテンウソップ。全員まずはあいつ黙って見てるわけに。準備 OK だ。三刀流極上大竜巻。悪くねえ戦い。そういえば最初にここに来た時に比べると、俺たちだいぶ力を取り戻したよな。ああ、だがまだこんなもんじゃねえ。そうか、てめえはそんなもんだろ。なんか言ったか、ヘボコック。これでコーラを作れる。あとはこいつを詰める樽だな。樽ならアディオの小屋で見たぞ。そうか、じゃあ小屋に戻ろう。あら、何かあるわね。よし、仕込みは終わった。これで一晩待てばコーラができる。待たせたな、ブルック。これでお前の体を探しに行けるぞ。よっ、嬉しいですね。待ち焦がれましたよ。コーラができるのは夜明けになる。少し時間があるな。じゃあ夜が明けるまでに準備を済ませておきましょう。そうですか。では私待ってますので、準備ができたら声をかけてくださいね。
すげえだろ。次はあっちに行ってみよう。どこまでも楽しまーす。あ、どうしたブルック。なんだか私の体浮き上がった気がしまして。え、そうなのか。元から浮いてるじゃねえか。いえ、本体の方なんです。え、本体が浮いてきてるの。場所はわかるのブルック。こっちの方角ですね。海岸の方ね。皆さん、海岸までお付き合いいただけますか。よし、海岸に行こう。いやー、皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。よっ。それでは早速。今はいい。もしかして海岸に流れ着いてんじゃねえか。海底の岩場で削れてなければいいのだけど。怖えこと言うなよ。お前ら警戒はしとけよ。なんだよゾロ、ひょっとして海岸に何かいるのか。さあな。だがこの島だ、何が起こるかわからねえ。ホテさん、この辺りだと思いますが。これはなんだ。サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よほほほほ、皆さん見てください。あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。で、私結局骸骨のままなんですけど。よかったわねブルック。でもこの氷どこから来たのかしら。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるのを見た。雷鳴の遺構で雷鳴の巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだろう。この氷も同じだ。教会の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。な？話を聞きやがれ。え？何？え？わあ！え？あ！私の体！え？なん？うわあ！私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムの。俺は海賊王になる男だ。ブルックの体返せよ。おい、ルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ。おい、ブルック。ブルックのやつ、どこに行った。あ、この野郎、いきなり降ってきやがった。
どうするのルフィ、私たちまだ全ての力を。やるぞ、あの炎のやつを倒してブルックを探すんだ。俺がギアセカンド、ゴムゴムの、ゲットホーク。ほった。三刀流80ポンド砲。とうとう俺を本気にさせやがったな。必殺緑星ドクロ爆発装。ハハハはいい。雷雲ラッド。くそ、こいつ火力が桁違いだ。しかもやたらと硬いぞ。よほほほほほ、私も一緒に戦いますよ。ブルック、元に戻れたのか。はい、お待たせしました。私ブルック、体を取り戻してここに復活いたしました。よし、これで全員揃った。よかったなブルック。よほほほほ、やっと皆さんのお役に立てる時が来ました。皆さんと一緒に冒険ができず、私とても寂しかったですよ。凍える剣、コツとご覧あれ。かすり打った吹雪蹴り。
ギアセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。準備はできてるぞ。これで、なんだ？この力、皆さんのお役に。勝ったか。大した奴らだ。ああ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、わかった。行くぞお前ら。実際よくやってくれたぜ。霊代わりになるかどうか、お前たちの墓標は俺が自らの手で立ててやる。ポロポロガチャ。そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。そのデンデムシ、お前がくすねてやがったか。ははは、いろいろ便利なんでな。で、何の用だ。ワフルドからの危険信号を本部が受信した。アディオ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ。できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を。ああ、結界は解けた。神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ本当に犯罪者になり下がるつもりか。今更かよ。世界政府の作った法に照らせば、俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。数百年もの間、言われのない罪を背負い、迫害にも苦しめられた一族だ。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが、神の息吹を持ってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしても、お前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても埒が明かねえ。いつも一緒にいたポロロッカとかいう相棒はどうした。あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ。ポロロッカはいねえのか。いいかスモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぜ。
神の息吹の封印が解けた。蓋が開いてしまったか。継ぎ込めるだけの軍艦を派遣しろ。世界に知られる前に。ルフィたちが全ての力を取り戻したら、この冒険も終わる。そうしたら、私、本当のことを話して、ルフィ、いくらアディオのためでも、みんなを、ルフィは私のことを、友達って呼んでくれた。もうこれ以上みんなに嘘はつけないの。そう。でも、あなたは友達を失うのが怖いのね。うん。でも、たとえそれで嫌われてしまっても、本当のことを言わなきゃ。このまま嘘をつき続けるのは、もっと嫌なの。ドレスローザ？素敵な名前ね。まあ、そこも大変な国なんだけどな。準備 OK よ。いつでも行けるわ。よし、行くぞお前ら。リム。え？海原を埋め尽くす大炎か。天空から見下ろせばさぞ絶景だろうぜ。さあ始めようか。